こんにちは、マリボーです。今日は久しぶりに留学の話をしていこうと思います。今日のトピックは、私の友達だったり知り合いの人からよく聞かれる質問なんですけど、英語を勉強するにはやっぱり留学した方がいいのかっていう質問と、留学したら英語を喋れるようになるのかみたいな、質問に答えていこうと思います。はい、まず留学をした方がいいのかっていう質問ですけど、それは本当に人によると思います。なんか例えば仕事をゲットするときに、例えば TOEIC の、点数が必要だとか、そういうことであれば多分日本でも勉強できると思うんですよね。もしなんか私は海外留学をして英語を身につけたいって思った理由は、もともとその海なんていうの、私のやりたかったことが海外に行って買い付けをしてくるバイヤーになりたかったんですよね。で、今はちょっとね、夢っていうか、そのやりたいことがちょっと変わって他のビジネスをやろうって考えてるんですけど、その目的によると思います。で、 TOEIC の点数が欲しいっていうことだったら日本でも全然勉強できると思います。で、もし実践的な英会話のスキルとかをつけたいとか、私がね、そういうふうに思ってたから、実際にそこに行って本当に毎日使うような英語を使うような環境に置きたかったので、自分を持って行きたかったからカナダに留学することを決めたんですけど、もし点数、その英語のね、スキルっていうか点数が欲しいとかだったら、全然そんなにね、高いお金をね払ってくる必要もないと思います。本当にだって日本でね、塾みたいな、なんかその英会話教室通ったら全然できるわけじゃないですか。で、家から通えてそれで勉強、その英語が身につくってなるんだったら、それで全然いいと思います。そんなね、高いお金払ってすごいね、新しいところに住むってだけすごいストレスにもなるので、ね、最初の環境慣れるまで大変なので、そこはそんなに留学っていう形にこだわらなくていいと思います。はい、とそれと2つ目の、留学したら英語を喋れるようになるのかっていう質問なんですけど、結論から言うと喋れるようになりません。本当にこれは私もちょっとカナダに来る前に淡い期待を持ってたんですけど、私がカナダに来てすぐにちょっとなんか遊んだりしてた日本人だけどね、カナダに住んでた人とちょっとなんか遊んだりしたことがあって、その人が言ってたのは、そのいっぱい友達その人もいるらしいんですけど、日本に来て、5年経って10年経ってる人でも、やっぱり日本人と一緒にずっと一緒にカナダ日本人とずっと一緒にいるカナ、ね、人留学生は本当にもう何年経っても喋れないよって言ってました。なんかもう今5年経っても喋れてないってことはね、ずっとやっぱりカナダにいながらも日本の人たちと遊んだり一緒に出かける人が日本人だったからそうなったってだけで、なんかね、私はその英語を伸ばしたくて来たから、その時にそれ聞いた時にすごいショックだったんですよ。なんかえっと思って、そんなにいるのに喋れないんだと思って、そんなことあるんだと思って、やっぱり自分がこうなんか吸収したいとかね、他の人と喋りたいと思わないとやっぱ伸びないんだなってその時思ったので、やばいやばいと思って、ちょっとね勉強自分でやって積極的に話すようにしました。で、私がどうやって英語を英語の環境に自分を置いていったかというと、その多分前もお話したかもしれないんですけど、ワーホリー時代はあえて日本食じゃないお仕事を選んでアプライして仕事をそこでやってました。やっぱりなんかお金的な面で見るとあんまりそのエントリーレベルジョブだったので、すごい何て言う、給料すごい良かったわけではないんですけど、私の目標そこじゃなかったので全然それでも大丈夫でした。で、そしてそのなんで日本食を選べなかったかというと、私がやっぱり甘えちゃうっていうのと、ね、日本人の中でじゃね、やっぱ日本語話すじゃないですか、すごいなんか変な感じしますよね。日本から来てる人がやっぱ英語でずっと喋ってて、ね、ちょっとなんか助け合えるかもしれないけど、ちょっと変な感じするので、絶対に日本語になっちゃうなっていうのは分かってたのと、あとはなんていうのかな、
その職場の人が日本の人だと遊びに行く、なんかそのお仕事休みの人がお仕事終わった後に遊びに行く人たちも日本人になっちゃうじゃないですか。それだとそのね、仕事をしてる時にも日本語喋って、その終わった後も日本語喋っちゃうってなると、どこで英語を喋る機会があるんだろうって思ったんですよね。それとあの仕事、私がやってたのはフルタイムで入ってたので、8時間仕事それ入るじゃないですか。でその終わった後も遊び行くってなって、8時間を週5日入ってたので、それってもう40時間1週間のうちでその人たちと過ごしてるわけじゃないですか。それがもう全部英語だったら結構伸びるんじゃないかなと思ってね、あの遊び行く時もその英語全部英語になっちゃう、 なっちゃうっていうね、ちょっと言い方悪かったけど、なるっていうのを、その英語になるっていうか、映像もう全部英語にね、もう自動的になるじゃないですか。それをやりたかったので、私は英語のローカルのとこで働くことにしました。すごいそれね、やっぱりやってよかったなって思ってます。結構ね、やっぱりあの居酒屋稼げるし、すごく魅力、すごいね魅力的だったんですけど、やっぱりその時はやらなくてよかったなって思いました。で、あとは語学学校に通ってる人にやってほしいんですけど、日本人、もちろんね、私も日本人が良くないと言ってないですよ。もちろんね、私も日本人の友達いっぱいいますし、その語学学校でやった人も。で、あのやっぱりこっちに来て、もう日本人はいいっていう人いるじゃないですか。もうなんかすごいねストイックなのはいいんですけど、やっぱりその私はねカナダに来て全然あの英語喋れない状態で来たから、すごい不安なんですよね。でなんか先にちょっと先に来てる日本人の人とかからいろんななんかねバスカードの使い方とかいろいろ聞けるわけじゃないですか。あの家賃とか、なんていうお家探しの方法とか、仕事探しはどうやってやったとか、なんかどの先生はどうでとかね、そういう話を日本語でしても、なんかそのね、まあ、学校ではできないけど、その外でねして教えてもらったりとか、そういうコミュニケーションだったり、あとなんかどういう時に不安でみたいな、ホームシックがやばいとかね、そういう話をねやっぱり日本語で全然ねやっていいと思います、最初だし。でもまあその語学学校の人、語学学校に通ってる人にやってほしいのは、私もこれやってたんですけど、日本人とやっぱり遊ぶ機会多かったんですよ、私もね。やっぱり学校に通ってる期間はやっぱり出会って、まあ、こっちで出会ってる人は何かのね縁っていうのもあるし、やっぱりねそういうのも大事にしてほしいんですけど、その遊びに行くときに他の国の子を一緒に連れて行くんですよ、遊び行くときに誘ってね。そしたら必然的に英語になるんじゃないですか。でもあの私がこの前街で見た、なんか景色、街で見たあの場面があってあの日本人の子たちが一緒に遊び行ってたの、多分語学学校の友達かなんかで、でなんかどこの子かな、わかんないけど、多分かなんか韓国のお友達かなとか、なんかあとはフランス人のお友達と一緒に遊んでたんですよ。でそしてあの日本人の子たちが日本人の子たちだけで話し出したんですよ、日本語で。でその子たちはもう何話していいか分かんないですけど、もちろんね理解できてなかったし、ですごいなんか怒ってはないけど、すごい寂しそうな顔してたんですよ、あのそのね横で見てた子たちが。だからそういうのはねあんまり良くないなと思って、まあ、一緒に遊びに行くのはいいけど、せっかくねあのみんなね同じ目的で英語を勉強しに来てるんだから、やっぱりそこでは英語をね使ってほしいなと思いました。やっぱりなんか寂しいじゃないですか。私もなんかねそういうことあったんですよ、前に。なんかフランス人とあのなんか、まあ、フランス語が母国語のお友達と遊び行った時に、なんか私が理解できないじゃないですか。でもなんかそういうのをちょこちょこって言われると、なんか私のこと言ってんのかなとか思っちゃうんですよね。多分言ってなかったと思うけど、だからそういう風にやっぱりあの英語を勉強しに来てるってなってるんだから、やっぱり日本語をね、まあ、日本語あのそのやっぱ日本語が母国語じゃない子がいるときは使わないというか、まあ、やっぱり英語で統一しないとダメだなって思いました。だからね、そういう風に これから来る人とかはそういうのちょっとね気をつけてほしいなと思います。気をつけてというかね、そういう風にするともっとね楽しくなんか勉強もできるんじゃないかなと思います。なんか練習、勉強という練習ができるんじゃないかなと思います。はい、とそういう感じで今日は英語の
英語に、なんか留学についてのちょっとした質問に答えていく動画でした。動画が好きだった人はいいねお願いしますと、サブスクライブしてくれたら嬉しいです。またお会いしましょう。